天空の城ラピュタ。天空の城ラピュタ。天空の城ラピュタは、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画作品。スタジオジブリ初制作作品。監督は、宮崎駿。監督である宮崎の小学校時代に考えていた、架空の作品が古紙となっており、原作となる作品が存在しない初の、アニメオリジナルの監督作品である。制作は、徳間書店。 高畑勲の映画、柳川放り割物語の制作遅延により、資金調達に追われた宮崎が、徳間書店の鈴木敏夫に相談したことから企画が立ち上げられ、この映画をきっかけに設立された、スタジオジブリ制作映画の一作品目となった。次第に高年齢向けになっていくアニメに対して、漫画映画の復活を目標に、小学生を対象に、古典的な冒険活劇として隠され、 それが、結果的に大人の干渉に耐えうる作品になるというのが、宮崎の方針であった。音楽は、冒険活劇ということから、うざき流動に、決定していたが、プロデューサーの高畑勲夫の再考により、風の谷のナウシカの被災しゆずるが続投することになった。興業こそ、数字的には振るわなかったものの、口術。 配給した投影による観客満足度調査は97.7%と高く物語は幅広い年齢層に支持されビデオソフト化による販売は好調であった。ラピュタという名称はスウィフトのガリバー旅行機に登場する空を飛ぶ島にある王国ラピュタ王国から取ったもの。劇中に空飛ぶ島の物語を空想した。 人物として、スウィフトの名前も出てくるが、名前の借用以外は、ガリバー旅行機との関連はない。19世紀後半、産業革命機のヨーロッパを元にした架空世界での冒険を描く。少女シータは、政府の特務機関に捕らえられ飛行船に乗せられていた。彼らの狙いはシータが亡き母から受け継いだ、謎の青い石だった。そこへその石を同じく狙う。 空中海賊ドーラ一家の襲撃があり、逃げようとしたシータは誤って飛行船から落ちる。シータは、石が放つ不思議な光に包まれて気を失いながら、ゆっくりと落ちていき、鉱山で働く少年パズーに助けられる。パズーはシータが追われていることを知り、彼女を守って共に逃げる。ドーラ一家に追われた二人は、他人の廃坑に落ちるが、石の力によって、再び救われる。 一死に詳しい老人、ポムによればそれは昔ラピュタで作られた飛行石だという。ラピュタは空に浮かぶという伝説の城だが、今は亡きパズーの父はラピュタを見ており、ラピュタへ行くのはパズーの夢だった。不思議なことに、シータの家にはラピュタという秘密の名前も受け継がれていた。ポムと別れ、地上に戻った二人は特務機関に捕まり、軍の要塞へと連行される。 そこでシータは、特務機関を指揮する、ムスカ大佐から、以前ラピュタから落ちてきた、壊れたロボット兵を見せられる。ラピュタは遠い昔に滅びたが、かつて高度な科学力で天空から世界を支配した、強大な帝国であり、今も空のどこかに浮いているという。飛行石は、ラピュタの王族が、いつか、ラピュタに帰るために代々受け継ぐものだった。ムスカはシータが、ラピュータ王の末裔だと明かす。 ラピュタが平和にとって危険である、と表向きにはまっとうな理由を言いながらムスカは、パズルの命を盾として突きつけ、シータは、パズルの身を案じてやむなく、それを受け入れる。牢屋から解放されたパズルと再会したシータは、ラピュタの探索を諦めるようにパズルに告げ、失意と共に要塞を去っていくパズルを涙と共に、見送った。その夜、修繕としていたシータは昔教わった、困った時の、 おまじないを何気なく唱える。彼女は知らなかったが、それはラピュタの封印を解く言葉だった。その言葉により、ロボット兵が突如目覚めて暴れ出し、飛行石は空に光を放って、ラピュタの位置を指し示す。一方、ムスカに解放されたパズーはいつの間にか自宅に入り込んでいた、ドーラ一家に捕まってしまう。 シータに裏切られたと思い込み塞ぎ込んでいたパズーは、ドーラの叱咤を受けて、自分を突き放すような態度を取った、シータの真意に気づき、飛行石を奪うために、要塞へ向かうドーラたちに、自分も連れて行くように混乱する。ドーラも、その方が、シータが言うことを聞くだろうと考えて、同行を許し、ロボット兵によって混乱する要塞から協力して、シータを救い出す。しかし、飛行は、 ムスカの手に渡り、彼は、ロボット兵を破壊した軍と共に先んじて、ラピュタに出発する。パズーと、シータもドーラの飛行船に乗せてもらい、後を追う形で、ラピュタへと向かう。だが、ドーラの飛行船は軍に発見されクモマに逃れるも、再度遭遇し攻撃されてしまう。巨大な低気圧の中心、リュウノスが迫る中、ドーラの命令で見張り台を切り離して、 クライダーとして使用してい、パズーとシータだったが、軍の攻撃により繋いでいたワイヤーが断ち切られ、飛行船とはぐれて、竜の巣に飲み込まれてしまう。雷に撃たれたパズーは目前に現れた、青白い父の飛行船の幻影を目撃し、それに導かれるようにラピュタにたどり着く。園庭のロボット兵に城内を案内されたパズーとシータは、爆発音を聞いて、外に出る。仮に目をやると、 そこには軍に捕まった、ドーラ一家の姿があった。パズーはドーラを助けるが、シータはムスカに捕まってしまう。ムスカの本当の狙いとは、ラピュタの力を手に入れて、世界を支配することだった。ムスカはシータに、自分もラピュタ王の末裔だと明かし、飛行石で城の力を操って、軍の兵隊を皆殺しにする。それを見たシータはムスカから飛行石を奪って逃げ、 助けに来たパズーと共に、昔教わった滅びの言葉、バルスを唱える。すると飛行石が強力な光を発して、城は崩壊し、ムスカは瓦礫と共に、海へ落ちる。パズーとシータはグライダーで城から離れ、フラップターで脱出していた、ドーラ一家と空で再会して喜び合う。二人はドーラ一家と別れ、明かりが灯り始めた港町へ、ゆっくりと降りていく。 ラピュタを浮遊させていた巨大な飛行石の結晶は、ラピュタ全体を覆っていた大樹の根に囲まれて、城の上層部と共に、さらに航空へと飛び去っていった。声の記述は、日本版、ディズニー英語版の順で表記。約700年以上前に存在した古代国家。国章は、翼のある町。ラピュタの民は飛行石の結晶化技術を有し、 圧倒的な超科学技術で天空から全地上を支配していた恐怖の帝国であった。ラピュータ王は代々天帝と称され王家に伝わる飛行石の結晶と黒い石と呼ばれる石板を用いてラピュータ城の機能を制御していた。贅沢の限りを尽くし人類の夢を体現したラピュータ人は約700年前にラピュータの科学力でも克服できない薬病に蝕まれ。 やむを得ず、地上へ降りることを決断した。パンフレットでは、上記とは異なる説明がなされている。空中都市の描写のあるジョナサンス・スウィーフトの著書、ガリバー旅行記、第三章ラピュータのモデルは、プラトンの失われた、地理史、天空の書に記された、ラピュータ・リチスである。ラピュータ・リチスは、かつて地上で大技術文明が栄えた時に戦争を、嫌い、 天空へと逃れた一族によって築かれた広い領土を持つ浮島である。だが、あまりに高度に発達した文明生活の末に、ラピュータ人は生命力を失い、人口は減少し、紀元前500年頃に突如発生した奇病により、その後滅亡した。一部の人々は地上へ降り、姿を隠しながら生き延びたと伝えられているが、詳細は不明。 作中では帝国そのものではなく、ラピュタ帝国の生徒であり、ラピュタ人が飛行石を用いて建造したとされる空中都市のみを指す場合が多い。ラピュタ人が地上へ降りた後、生徒は飛行石の力で天空に止まり、長らく無人のままで上空を回遊していた。ラピュタ人は、ラピュタに再び人が近づくことのないよう、リューノスと呼ばれる巨大な気圧の渦を作り出し、 城に接近することを困難にした。王家の証である飛行石の首飾りを持つ者が望んで近づくと、竜の巣は自然に消滅し、ラピュタは白日のもとにその姿を現す。編成風と共に移動しており、城の内部には雲を発生させる塔や風を起こす道具などが設置されている。そのため、決して地上からは見ることができない。元の絵コンテでは、ラピュタは 王家の血筋の人間が現れると、ラピュータテーの穴、本編で、ロボット兵の飛び出す穴の部分から、超低気圧の雲の壁を急速に吸収する機能があったという。本来は、天空の城にふさわしい外観をしているが、本編でのラピュータは、神殿や下部が崩落して原型がない。宮殿が無人化した後も、王の帰還を待つロボットたちにより守られ続けたが、 長い間に大部分は損壊して、今は、その一部の実が空中を漂っている。階層ごとに、住まう、人々の身分が分けられている。頂点に神殿、その下の第一階が聖なる光と天帝の住居、その下の第二階が、騎士の住居と十二神将の塔、第三階は、エデンの園、第四階は、人民の住居、最下部には、生徒が、 地上にあった頃に使用されていた閉鎖された巨大な門がある。ラピュタ下部の黒い半球状の構造体の中には王族のみが入れるという中枢部が存在する。中枢部には飛行石の巨大な結晶体が浮かんでおり、その部屋にある黒い石に飛行石の首飾りをかざすことでラピュタの核機能を起動、制御できる。球体部分の底部からは7機の石柱が展開し、 膨大なエネルギーを収束することで、プラズマと共に、巨大な爆発を生む強力な光弾を発射することが、できる。ムスカはこれを、ラピュタのイカチと称し、これこそが、旧約聖書のソドムとコモラを焼き払ったという、天の火や、ラーマヤーナの、インドラの矢だとも述べている。現代の核兵器をも、はるかに凌ぐオーバーテクノロジーであり、その痕跡は主に、インド地方などの蒸気の、 ラーマヤーナやマハーバーラとの伝説に見られるという。内部には多数のロボットも格納されており、発射口から投下して出撃させる。他にも、劇中では床を任意に変形させられる、展望室を展開させたりもしており、多くの機能があることが伺える。ラピュタが木々に覆われているのは、宮崎自身の趣味であると同時に、飛行石が植物を成長させる力を持つ宇宙の、 聖なる根源であるからで、シータが一人で生きてこられたのも飛行石によって畑よく実ったからだという。木々が茂る庭園部はドーム状の建物に覆われ、外部からはただの外壁に見えるが、内部からは透明で日光が入る物質でできた壁によって作られている。庭園内には破壊しや壊れて苔むしたいくつもの園庭ロボットもある。墓守等の役目をしている。 園庭ロボットが少なくとも一体は未だに稼働しており、豊かな植物だけでなく多くの小動物、ヒタキなど、実在の鳥類や、キツネリス、ミノのハシなどの架空の動物もおり、キツネリスのみ、風の谷のナウシカにも共通して描かれるとともに長い時を過ごしているのが伺える。特に庭園の大事は、著しい成長を遂げており、上部はドームを突き抜けて枝を伸ばし、 下部のラピュータ中枢にまで根を巡らせるまでになっている。また、庭園の仮想にあたる城の中の市街部には、帝国前世紀に集められた、金銀宝石といった類の財宝が大量にあり、上陸した軍の兵隊はここで退去して、略奪に走った、完全崩壊の際、ドーラ一味が、財宝の局一部をどさくさに紛れて頂戴している。最後は、パズーとシータの、滅びの呪文。 バルスにより崩壊し、上層部の内で大樹に支えられた部分と、巨大飛行石の実を残して、さらに高い高度へと飛び去っていった。テレビ放映後、エンディングを見た子供たちから、大気のない宇宙でキツネリスたちはどうなるのという疑問が寄せられたが、ラピュタは、実際には、宇宙空間までは上昇しておらず、空気の存在する高度で飛び続けていると説明された。 ラストのスタッフフロールシーンでも地上が俯瞰できる空中に止まっている。ここまでの出展、1986年の劇場公開時の観客動員数は77万人、配給収入は5.8億円であり、セールス的には観客動員、収入ともにジブリワースと記録である。春、夏、ゴールデンウィーク向け子供映画としては、ドラえもんや動物映画もの、東映漫画、 祭りなどを下回った。もっとも、スタジオジブリ自身は、まずまずの成績を収めたと評価しており、次回作の制作を決定するには十分であったと、される。日本国内、名探偵ホームズを放送していたテレビ朝日と競った、日本テレビが、放映権を獲得し、1988年4月2日に、日テレ開局35周年記念として、土曜特別、ロードショーで、 初放送され12.2%の視聴率を記録したビデオリサーチ調べ関東地区世帯リアルタイム以下略22.6%の高視聴率を獲得した1989年7月21日の金曜ロードショーからは同枠で繰り返し放映され人気ソフトとなっている。これ以降日本テレビはスタジオジブリと提携を深め宮崎が関わった 映画作品は日本テレビで放映されるようになる。2011年12月9日には劇場公開時のフィルム風合いを再現したニューマスター版が通常より40分拡大して初放送された。物語の舞台は企画段階では立憲君主国。ただし国王は登場しないとされており、後に宮崎春は舞台をイギリスのつもりで設定したと語っている。 宮崎は制作が始まる前の1985年5月にイギリスのウェールズをロケハンで訪れており、そこで見た風景が本作に生かされた。後に、押井守や鈴木敏夫らと同地を再訪している。また登場する消火器、拳銃、小銃、銃器艦銃もイギリスの兵器をモチーフにしている。年代は劇中で明示されていないが、パズルの父親が取った。 ラピュタの写真には1868.7と作品世界の暦による年代らしき数字が印字されている。空に浮かぶ島の名前、ラピュタはスウィフトガリバー旅行記からで当初はラプユタであった。言いにくいので気に入らなかったが企画書の説得力が増すという理由のみで付けれた。宮崎はガリバー旅行記のダイジェスト版しか読んだことがなく、 内容も、大して面白いと思わず、ラピュタという名前も覚えてなかった。パズルの名前の由来は、学生時代に考えた船乗りの名前の一つで、未来少年コナンで使用されずに唯一、残っていたという理由で使用された。シータの名前は、学生時代に創作していた、人形劇、サインコサインシータ、精神病院が舞台で、少年アルファ何号と、 少女シータ南号の物語からの転用とされる。物語自体は小学生の頃に考えたもの。発表前の仮タイトルは少年、パズー、飛行石の謎で、サブタイトルは空中城の虜、空飛ぶ宝島、飛行帝国、空中魔女、戦国魔女などの案があった。廃れてしまったイニシエの機械文明が作った空中に浮かぶ島。 飛行船に乗る海賊である、ドーラ一家という物語のモチーフは、幻の作品である、ラーマヤナ、インドとの合作。一度滅亡した文明や、古代核兵器などの設定と、リートルにも、東京ムービーの企画に参加していた際に、宮崎がイメージしていたものが投影されている。ドーラの原型は、宮崎春の母親、パズルのノルグライダーは、 映画、地獄の天使のツッペリン飛行船の観測ゴンドラの影響。飛行石のモチーフは、福島鉄時の砂漠の魔王から。架空の言語、ラピュータ語は出かせであるが、ケルト語などに影響を受けている。また、庵野秀明によると、宮崎は以前にアニメ番組の企画として、未来少年コナンにという位置づけの主人公の少年、少女が、 謎のペンダントをめぐり潜水艦で世界中を旅する。そして、それを狙う悪役一派がいるという案を NHK に提出したが採用されなかった。この案を後に宮崎は本作に生かし、案のは別作品の不思議の海のナディアに持ち込んだという。ラピュタのエンディング映像には続きがあり、テレビ放映の際に目撃したなどの都市伝説が、 あったが、スタジオジブリは否定するコメントを出しており、小説版の後日談と資料集のイラストなどが、混同して噂が広まったのではないかとしている。また、テレビ放送で流された簡易版、エンディング、本編の静止画、イメージボードのイラストなどにスタッフロールを載せたものが、その噂のもとであるとする検証サイトもある。地上波で、テレビ放送される際に、2チャンネル等の実況版等において、 終盤の山場のセリフ、バルスに合わせた大量書き込みが行われ、高負荷によるサーバダウンがたびたび発生している。2009年11月20日放映時にはツイッターでも同様に終盤のセリフがツイートされたものの、利用者がまだ少なかったこともあり、サーバダウンが発生することはなかったが、利用者が大幅に増加した2011年12月9日、放映時は TPS。T 1>, 1秒間あたりのツイート数が従来の世界記録を大幅に更新する 25,088TPS に達した。2013年8月2日にも放映されたが、放送1週間前には前回放映時の影響から、ツイッター公式アカウントがバルス投稿の自粛をお願いするコラージュ画像が出回り、話題を呼んだ。なお当日は大量のツイートが散見されたがトラブルは発生せず、 前回を大幅に上回る 143,199tps を達成した。2016年1月15日の放送時には、公式にバルスの放映される瞬間を予想する企画も割れた。結果は、約 55,000tps と記録更新はならなかった。ものの、tpm、1分間あたりのツイート数が 345,397tpm を記録。 三鷹の森ジブリ美術館では本作に登場するロボットの模型が常設展示されており、2002年には天空の白ラプータと空想科学の機械立ち展が開かれた。英語版は2種類存在する。最初の英語版はストリームラインピクチャーズがラプータ、ザ・フライング・アイランドの名で1989年にイギリスで公開し、日本の DVD にも収録されているもの。 二つ目は2003年にディズニーが配給し、ブエナビスタホームエンターテイメント、ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメントより、DVD が発売されているキャシリー・ン・ザ・スカイ。最初の版は、パズルの声を女性声優が演じたが、ディズニー版、キャッスル・イン・ザ・スカイでは、男性声優がパズルを演じた。ムスカを演じているのは、スター・ウォーズ級3部作の主人公ルーク、スイウォーカーを演じたマーク・ハミル。 この DVD には後述のフランス版も収録されている。タイトルが変更されているのは、ラピュタの命名の元となった、スウィフトのガリバー旅行記、第3章の飛行島ラピュータ、ラピュタは、スペイン語のエエープタ、売春フをもじって命名されたのであり、スペイン語圏及びヒスパニックの多いアメリカ、合衆国では、不適切なため。日本の DVD にも収録されている。 英語版は配給元のストリームラインピクチャーズにより翻訳されたものではない。ストリームラインピクチャーズのフレッドパットンによれば、最初は全日の国際線の機内上映のために制作されたもので、ストリームラインはそれを日本から渡されたとのことで、実際に誰が翻訳、吹き替えを行ったのかは不明とされる。日本語版ではドーラが40秒。 ムスカが3分間待つところは共に1分間となっている。ディズニー版のキャッスル・イン・ザ・スカイには、被災石譲る本人によるオリジナル版と異なる音楽が使用されている。基本となるメロディの大部分は同じだが、アメリカ側の希望により、被災石が大幅にアレンジいって録音し直された。オープニング曲は非行石が輝く場面とシンクロするようになっており、また、 エンディング曲は日本語オリジナル版の上にピアノの演奏がミックスされている。CD は特魔ジャパンより発売されている。ブルーレイに収録されている英語版はディズニー版のキャッスル・イン・ザ・スカイで特典映像の一つとして収録されている。スタッフロールはすべて英語表記。なお、エンディングのキャスト紹介は日本版がパズーシータなのに対し、 この英語版はシータパーズーの順になっている。フランスでブエナビスタホームエンターテイメントより発売されている DVD フランス語版タイトルはルチャーティアウドンズルシエル映画公開は2003年1月15日はフランス語日本語のほか、キャッスルインザスカイの英語音声も収録されている。同じ DVD に収録されている日本語オリジナル版及び そのオリジナル版と同じ音楽を用いたフランス語版の音声は音楽の音程がオリジナルより約半音高くなっている。これは秒間24コマのフィルムから秒間25コマのパル方式にテレシネする際1コマ分の4%速くなるため、英語版の字幕は英語版音声を忠実に書き起こしたものと日本語版からの翻訳重視のものが2種類、 収録されているが、フランス語版の字幕は一種類のみで、フランス語版の音声と字幕では内容が異なる。フランス語版 DVD はリージョンに日本と共通、映像方式は NTSC パルコンパチブルで、日本の家庭用 DVD プレイヤーでも再生可能。著者、亀岡治、イラスト、宮崎俊によるノベライズ版が徳間書店。 アニメージュ誌に連載され、後にアニメージュ文庫として出版された。全2巻。映画では描かれていない飛行客先襲劇よりも前のエピソードや映画のラストの半年後を舞台としたエピローグが書かれており、その他細かい設定や登場人物の心情描写の補完がなされている。なお、2002年に映画が DVD 化された際、1万セット限定販売の 天空の城ラペュタ DVD コレクターズエディションには、この小説前後編を一冊に再構成し、ハードカバー化した、天空城ラペュタ DVD コレクターズエディション版が付属している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。